自称 J リーグ1のサウナ好き。基本三百六十円です。それはあんま言ったらダメだから奥さんバレたら行けなくなるから。プロサッカー選手深井和樹。これまでも彼だけが見ることのできた景色がある。サッカー選手にとっては結構ね、致命傷とは言わないですけども、本当にあんだけ大きな怪我を何回も繰り返してもピッチに戻ってきて、でそしてまた素晴らしいパフォーマンスを見せてくれるってなかなかねできることじゃないので、この先も彼にしか届けることのできない希望がある。1800中4、ここまでね頑張ってきた本人の強さっていうのは本当に尊敬できる分、まあこれで最後にしてほしいなっていうのが本音ですし、やっぱりもう神様を信じます。己を信じます。数えきれないほどのエールが未来をつなげた。2023年開幕戦、超攻撃的サッカーを掲げ J1 定着を果たした北海道コンサドーレ札幌。ペトロビッチ体制6年目の今シーズン、チームはアジアチャンピオンズリーグ出場という高い目標へ走り出した。遠征メンバーから外れた選手たちはキャンプ地の宿舎で戦況を見守る。4度目の前十字靭帯断裂からの復帰を目指す深井和樹。今年でプロ11年目。情熱は内に秘めるタイプだが、自らを育んだチームへの思いは人一倍強い。まあ、最初はどこも難しいですけど、アウェイで勝ち点1取れたのが良かったんです。だからみんなで戦えればいいかなと思います。去年9月のトレーニング中、聞きたくなかった音が聞こえてしまった。本当全くいつも通りのプレーで、まあ普通に相手選手からボールを奪った瞬間に着地の時に、まあ、いつものやっちゃう時の音がしたって感じで、よぎりましたけど、いやもう やってないでくれって感じでしたね。願いは届かなかった。ピッチに戻るには最低でも8ヶ月。診断直後、敵地横浜ではチームメイトが深井の8番を背負った。離脱からわずか2日で間に合わせた。まあ、僕自身とてもショックを受けましたし、まあ僕たちには計り知れないこう辛さっていうのがあると思いますけど、和樹は、まあチーム北海道を代表する選手だと思いますし、まあ、彼が戻ってくるときにね、J2 に落ちてる、そんなことありえねえだろうっていうことを監督にも言われて、まあ、一人一人また火がつきましたし、あれはちょうど入院中でしたね。ありがたいなっていうふうに思いましたね。思いはサポーターも同じ。これが最後にと願いを込める。北海道にとって深井和樹はそれほど特別な存在なのだ。
キャリアの始まりは2013年。この頃からポジションは中盤の要、ボランチ。プロの世界でも自信があった。とにかく1年目ですけど試合に出て、もう次の年にはもういなくなりたいなっていうふうに思ってましたね。で、海外にすぐ行って海外で活躍して日本代表になるっていうのはずっと思ってました。自信を裏付ける実績も十分。高校年代では世代別日本代表の中心選手として活躍。メキシコで行われた17歳以下のワールドカップでも攻守で輝きを放ち、日本のベスト8進出に大きく貢献した。現在 J1 横浜 FC で指揮を執る四方田周平。深井が慕い続ける恩師も当時をこう振り返る。中盤の真ん中で、とにかくボールを動かすのが得意だっていうところと、チームの中心というか、心臓部分として、引っ張っていくような、そういう選手でした。体の成長がついてくるようになった高校1年生以降、どんどん頭角を現してきて、スタッフの中ではやっぱり来たなっていうところがありましたね。しかし手の届きかけた未来は何度も悔しさに変わる。そしてこう呼ばれることになる。不屈の男。犬好きですか？犬好きです。じゃあ、なんか来たって片付けるじゃん。今はもちろんびっくりなこと。北海道コンサドーレ札幌、深井一樹。これまで10年のプロ生活もテレビカメラの前ではほとんど本音を語ってこなかった。いや、若い頃は最初やってたんですけど、こういうなんかテレビ出るたびにすぐ近くの練習で怪我してたんで嫌だったんですよ。なんかその嫌なものを無理してやるとこういう風になるのかなと思って、でもうやめてくださいって。それでも今見せたい姿がある。この怪我で苦しんでる人っていうのはたくさんいるのは知ってるんで、一回でも本当厳しい怪我ですし、そういう人たちのに元気を与えたり勇気を与えれる可能性があるんだったら、それだったらいいかなっていう感じで。深井はプロ入り直後に左膝の前十字靭帯を断裂。二度目は8ヶ月のリハビリを乗り越えたそのわずか1ヶ月後だった。三度目は2017年、クラブが5年ぶりに J1 に舞台を移した勝負の年。そして去年9月4度目、痛みに悩まされていた左膝にも同時にメスを入れた。前十字靭帯とは、ももの骨とすねの骨をつなぐ靭帯の一つで、ストップ動作や方向転換などブレーキの役割を担っている。基本的には栄養する動脈とかがないので、切れてしまったらもうなくなってしまうっていう、これが他の靭帯にない一番の特徴ですね。ですから前十字靭帯を怪我して切ってしまったら手術しなきゃいけない。だから親指ぐらいですかね、動作で言うと。わずか3センチほどの靭帯が不快を苦しめてきた。その前十字靭帯ってアスリートにとって何がこう一番厳しい怪我？やっぱり時間じゃないですかね。復帰までの時間、もちろん手術しなきゃいけないとかってありますけども、リハビリテーションつらいとかある含めて、やっぱり時間じゃないですかね。
4度目の前十字靭帯断裂っていうのは1800中4、いやトップアスリート深井選手だけです。怪我を重ねるたび深井は自分の心に予防線を張るようになる。みんな大丈夫っていうのは言ってくれるんですけど、まあそこはまず大丈夫ですね。で強いねとか言われるんですけど、まあそれは強くないっす。あとね、頑張ってねとかも言われますけど、まあそれも頑張ってますねっていう感じで、うん、まあありがたいんですけど、まず大前提にきついんだよっていうのはあるんで、今4回目ですけど、まあ5回目6回目ももしかしたらあるんじゃないかぐらいで今思ってますね。まあそれぐらいの余裕というか思ってないと、いざなった時にちょっと壊れちゃうんで、まあだからもしかしたらっていうのは常に、はい、準備をしてます。4度目の怪我から2ヶ月半、この日は病院に向かう。まあ、とりあえず切れてなければいいんですけど、うん、これ痛み、痛いです。ここ、いや、もう本当中だった。全然いいんですけど、本当ただ切れてなきゃいけない、そんな簡単に切れないんで、大丈夫なのは分かってますけど。年が明け、チームは沖縄でキャンプイン。深井は初めてスパイクを履いた。もどかしさを語る声も弾んでいる。長い間休みだったら自分が思ったところに蹴れないし止めれないし、まあ、ちょっと感覚がやっぱり鈍ってるな。まあでもそれもなんか久しぶりの感覚だったんで、まあ、それをも楽しんでできました。雪国のチーム特有の長期キャンプ、その間札幌に戻ることができた束の間のオフも深井は自身の状態を知ることに当てる。これね、痛いんだけど炎ってつけてたから、活液法炎ってつけて必ず収まる。これは痛い。いや、大丈夫です。これやっぱちょっと走りやすい。ちょっとおかしい。ちょっと落としの落としてこう頑張ってさ、我慢してさ、その後もだってこう上げていけるような腹筋が遅れるわけじゃないから。やっぱりっくりです。まあやっぱり仲良かった。いいですね。深井は1歳上の姉と2歳下の弟を持つ3人兄弟の真ん中。小学1年生からサッカーを始めた深井少年がコンサドーレと出会ったのは9歳の時。小学校3年生4年生ぐらいまではどっちかったら泣き虫のですね。本人の記憶にもはっきりと残っている。最初の合宿とかで多分泣いたりしてました。4年生で、はい、4年生ですよ。まあすごい4年生とかだったらお前もう丸書きだ。めちゃくちゃそれ泣いてたからな。4年生は落ち着いてました。落ち着いた。4年生落ち着いてました。泣き虫だったのはもう20年も前の話だ。在籍年数はこのクラブの誰よりも長くなった。人生のほとんどをコンサドーレと共に歩んできた。クラブ初のタイトル獲得をかけた2019
ルヴァンカップファイナル。1点ビハインドの後半アディショナルタイムラストプレー、起死回生の同点ゴール。サッカーの神様が不快にプレゼントを与えてくれた。自分も含め、ユース出身だったり、北海道出身の選手が今、こうやってレギュラーで試合に出ているというのは、すごい自信になりますし、まあ、今後、しっかりそういう選手たちが、日本の代表になって、北海道がすごいんだっていうところをもっともっと見せていけるように、まあ、頑張りたいなって、常に思ってます。名実ともに、コンサドーレの象徴になった。でもたった一度だけ別の未来を描いたことがある。ゴールデンウィーク、リハビリは順調に進み、復帰はもう目前だ。深井には2021年の夏、 J1 クラブから移籍のオファーがあった。そのクラブは怪我と向き合う姿勢も含めて、深井のサッカー人生そのものを評価してくれた。人生で初めてあんなに悩みました。監督には絶対残れって言われたんで、それでも僕は違う挑戦をしようと思ったんですけど、ミシャさんに、失礼なことはできないなっていうふうに。今日伝えてくるわっていう朝送り出した日は、もう行くんだなって思って送り出したら、帰ってきたら行かないことになったって言って帰ってきたんで、北海道で輝き続ける道を選んだ。5月中旬には対外試合に復帰、準備は整った。東京に向けて不安要素とかってありますか？いや、もうここまで来たらないっす。やっていくだけで、まあ、いろんなまた問題が出るかもしれないですけど、まあ、そこはもう乗り越えてやっていくしかない。普通の男は頑張ってほしいなと思います。怪我する前と同じような、またそれ以上の全力で応援したいと思います。横浜 F マリノスをホームに迎えたルヴァンカップグループステージ、深井が札幌ドームのピッチに帰ってきた。相手には宮市亮、かつて逸材と称された彼もまた、この日が前十字靭帯断裂からの復帰戦だった。運命が重なった。キックオフを待つ気持ちに敵味方は関係なかった。北海道コンサドーレ。ピッチを全身で噛みしめた。なんか結局その不屈の男ってみんな言ってくれてますけど、まあ、僕は全然強くないですし、たくさんの人がそう言って言ってくれることによって、僕も不屈じゃなきゃいけないっていうふうに、まさに皆さんが作り上げてくれてるものですね、不屈の男というのは。そして同じ苦しみを乗り越えてきた2人が
同じ日、同じピッチに立った。お互いにとってあのスタートラインにまずは立ったと思いますし、また戻ってこれる怪我っていうのはあの何かこう発信できるメッセージかなと思うので、あの少しでもなんかこう勇気を、まあ、与えるなんていうのはおこがましいですけど、なんか感じ取ってくれたらいいなというふうには思います。膝の状態、お互いの状態、まあ、あとは本当にお互い復帰できてよかったねっていう話はしましたし、彼も本当に膝の怪我で苦しんできたと思いますけど、まあ、今日スタメンのところに名前見たときに、まあ、素直に嬉しかったですし、まあ、こうピッチに戻っている姿っていうのは本当に勇気づけられました。お疲れ様でした。いや、すごい幸せでしたね。やっぱり自分のいるべき場所はここだなっていうふうに再確認できました。やっぱり選手である以上、日本代表になってワールドカップに出たいとか、海外でプレーしたいとか、そういう気持ちもやっぱり、捨てちゃいけないと思ってるので、まあ、その段階に行けるように。やっぱり札幌でなんかタイトルを取りたいですね。北海道コンサドーレ札幌、深井和樹。復帰以降、前節の鳥栖戦まで5試合すべてに出場。新たな戦いは始まっている。やっぱり大怪我するといろいろマイナスな面が多いんで、そこはちょっと損しちゃったなっていうのは正直ありますけど、もし怪我せず仮にうまくいって言ってたとしても、ちょっとなんていうんですか、深みがなかったというか、怪我してそれを繰り返してしまいましたけど、すごい、いろんな意味で深いサッカー人生になってるかなと思います。深井は生涯大好きなサッカーと生きていくと話す。多くを語らずプレーで見せる。そんなポリシーを持つ男だからこそ、多くの人が背中を押し続けるのかもしれない。最後に一つだけ投げかけてみた。あと一回、もう一回僕らが密着するとしたら、はい、どのタイミングで見せたいですか？あ、それはもう引退した後に、監督になってからとかだと、もうそこはもう選手じゃないんで、もうバンバン取材していただいてよ。それどこの監督になりましょう？まあ、もちろんそれはこのチームで監督になりたいですね。